ロバート・パターソンは、米北戦争と南北戦争開始時点でのアメリカ陸軍、少将である。パターソンは、アイルランドのティロン県カッパークで生まれた。その家族は、父が暴動に関与したために、アイルランドから追放された。1799年、パターソンは、アメリカ合衆国に移民し、若い頃から、銀行業務に関わるようになった。教育は、 法律学校で受け、その後フィラデルフィアの会計事務所で事務員になった。米英戦争の時は軍務に志願し、第2ペンシルベニア民兵隊で大尉から大佐まで昇進し、その後アメリカ陸軍に加わった。主計総幹部で勤務し1815年に大尉として除隊した。戦後、ペンシルベニア州の政界で影響力あるものになった。米国戦争が勃発した時、 パターソンは、志願兵の少将に任官され、タンピコ遠征の時には、占領軍の第二師団長となり、ベラクルスへの遠征では指揮官と考えられたが、その任務は、ウィンフィールド・スコットに渡った。しかし、パターソンは、その志願兵師団長となり、ベラクルス包囲戦やセルロゴードの戦いに参加し、セルロゴードでは負傷した。メキシコ軍を追撃するアメリカ軍を率い、ハラパル町には、 最初に入るものとなった。アメリカ軍が原っぱに駐屯している間に、志願兵部隊の徴兵期間が過ぎたのでこれらの部隊と共にアメリカに戻った。その後はペンシルベニアで事業経営に復帰し、名刺工場を30カ所でに入れて極めて裕福になった。フィラデルフィアの正解では再度影響力あるものになった。南北戦争の開始でパターソンは、 再度軍務に戻った。ペンシルベニア志願兵隊の少将に指名され、ペンシルベニア軍艦区部隊を指揮した。1861年、この時、アメリカ陸軍総司令官だった、ウィンフィールド・スコットが、ハーパーズ・フェリーを取り返すために、曖昧な命令をパターソンに送った。パターソンはこれらの命令に即座に行動することが、できず、ホークスランの戦いでは敵に裏をかかれ、 バージニア州ウィンチェスターにいたジョセフ・ジョンストン准将の南軍が第一次ブルランの戦いの戦場に降軍して補強することを可能にしてしまった。パターソンは敵軍を食い止めておくことができなかったことで広く批判され不名誉な解任を受け、1861年7月遅くには陸軍から除隊ということになった。パターソンはその面し製造業に戻り、1861年の シェナンド渓谷における作戦の序述という本を書き、1865年に出版した。また1867年から1881年まで、アステッククラブ1847の会長を務めた。パターソンは1881年にフィラデルフィアで死に、ローレルヒル墓地に埋葬されている。息子のフランシス・エンゲル・パターソンとその義理の息子、 ジョン・ジョセフ・アバークロンビーは二人とも南北戦争の時に北軍の将軍を務めた。ありがとうございます。